はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。本日ですね、フジテレビにて黄色いハンカチ突撃隊という番組が放送されたんですけど、その番組でですね、僕が逗子開成という進学校の高校2年生のね、東大志望の受験生と模試対決をしてきました。その模試の試験範囲は数学と英語の2科目だったんですけど、まあそのね、数学に関して僕正直、まあ、テレビでね使われる問題って簡単なことが多くて、まあ、教科書に毛が生えたレベルのね問題が出るだろうっていうふうに予測してたんですよ。そしたらね、蓋を開けてみたら全然違ったんですね。ちゃんと難しかったし、まあ、ぶっちゃけ高校2年生の人はね、まあ、いくら東大志望とはいえ、まあ、解けるレベルじゃなかったんじゃないかなと思いました。とはいえ難しかったんですけど、まあ、すごくね面白い問題で、ぜひね解けてほしい問題だったので、まあ、今回ねその番組で使われた問題、まあ、東大本番で出されてもおかしくない問題を、まあ、全部お見せして僕がね解説していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はじめにね問題の全体像なんですけど、全部で3問すべて記述式だから、答えだけじゃなくてそれに至るまでね過程を全部書かなきゃいけない。で制限時間が60分と、これね実際にやってみたら分かるんですけど、結構時間カツカツだと思うんですね。一見簡単そうにね見える問題もちゃんと鬼畜ポイントがあるんですよ。まあそれをね順を追って見ていきます。まずは第1問から、z5乗-k5乗=15783 を満たす自然数の組 zk を求めようと。まあこれね z5乗-k5乗、これパッと見た時に因数分解したいなって思いますよね。まあ左辺のね因数分解は簡単で、右辺も素因数分解したいんですけど、これね 3×5261、 この5261って素数なんですよ。これ冷静に鬼畜ポイントなんですよね。まあ、5261が素数かどうかって、まあ、正直不安じゃないですか。まあ、71までね素数を僕2回割りました。全然割り切れないなとか思いながら、いやでも割り切れるはずなんだけどなっていうのを60分の試験内でねやったので、まあ、かなり鬼畜だったんですけど、この5261が素数っていうのが鬼畜ポイント一つ目で、このね z の4乗足す z 3乗 k、 まあ、この項っていうのが、まあ、5以上ですね、z も k も1の場合よりも大きいっていうことから、まあ3と5261の配分としては、2パターンでね z-k が1で15783の場合と3で5261の場合、この2パターンがあるからそれぞれ調べなきゃいけないと。まあ今回1の場合だけねさらっとやるんですけど、この連立方程式を解きたいわけですよね。まあ考え方としては z-k=1 からまあ、k イコール、z-1 みたいな感じで置いてあげて一文字消去してあげてもできるんですけど、ここに代入したくないですよね普通に。まあしてもできるんですよ。でもしたくないなって思ったので、僕はねこういう風にやりました。 z-k イコール1っていうことから、まあ元々ね z5乗-k5乗っていうのは k たす1の5乗引く k の5乗イコール15783という風に変形できる。でこのね左辺の項って、まあ、展開してあげると分かるんだけど、 k が0以上ならば単調増加、このことが容易に分かるので、まあ、この左辺のグラフっていうのは、まあ、こういうふうにどん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 上がっていくものっていうことが分かる。ということはその値が 15,783 になる瞬間がただ一つ存在するはずでね、正の範囲は。じゃあそれを、まあ、k はね、自然数なわけだから順番に代入していく。で実際に計算してみると、7の時っていうのが 15,783 より小さくて、8の時は 15,783 を超える。ということはそれを満たすねイコール 15,783 となる自然数 k は存在しないということがわかる。で今さらっとね7と8の間だよねっていうふうに言ったんですけど、ここでもまためんどくさいポイント、これ7がね、満たすかどうかっていうことを確認するために8の5乗引く7の5乗を計算しないといけないんですよ。8の5乗これはまあね2の累乗だから32768ってすぐまあ分かっちゃったりするんですけど、僕はね、7の5乗に関しては、まあ、実際計算するほかなくて、まあ、16807っていうのを出すんね、まあ、結構時間かかると。でまあねこれ k イコール8の場合も代入しないといけないから、9の5乗も求めるとこになると、まあ普通にね、時間がね、すごくかかるんですよ。
ということで、60分内のね、試験解くにはかなり厳しい問題だった。まあ、それと全く同じことを z-k イコール3についてもやんなきゃいけなくて、まあ、結果、答えね、こっちから出て、z イコール7、k イコール4というふうに求まるわけなんですね。まあ、この問題ね、非常にシンプルだけど、計算がものすごくね、大変な問題だったわけなんですけど、この問題、すごくね、面白いところがあって、まずこの答えの7、4。まあ、実はこの番組の、収録日が7月4日だったんですね。まあ、それが答えになっているっていうところと、まあ、この Z と K に関しては、学校ね、図紙改正の頭文字。で、何がすごいかって、この 15,783。これ、以降、悩みっていうふうに読めますよね。この番組のね、趣旨っていうのが、悩みを抱えてる人に、まあ、実際に芸能人とかが、赴いて、まあ、そのね、悩みだったり、夢だったりを叶えていくと。まあ、そういう番組だったので、この以降悩みっていうのは、その番組の趣旨にも合ってて、それが収録日だったりっていうと、の答えと、まあ、重なって、まあ、非常にね、綺麗なね、構成としてすごく綺麗な問題だったなというふうに思います。まあ、ね、受験生の立場で、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、まあ、次、第2問行きましょう。正五角形 ABCD は半径1の円王に内接している。円王上の任意の点 P について、この値は一定値を取ることを示せ。まあ、半径1の中に正五角形があって、円上動く P について、この値が一定値を取ると。まあ、これね、僕は反射的に座標を置いて三角関数を用いて求めていけばいいんだなと。このように座標を設定してあげて、P をコサインシータ、サインシータみたいにね、置いてあげると、このね、求めたい値っていうのは、10-2コサインシータ、4サイン2乗18度、プラス2サイン18度、マイナス1、みたいな形に変形できるんですね。なので、ここの部分が0であることが示されれば、シータの値によらず、すなわち P の値によらず、値、一定値10を取るということがわかる。じゃあ、あとはこれを示していけばいいんだけど、サイン18度ね。これに関してはね、2パターンの方法がありましたね。まず一つが、この36度、72度、72度の二等辺三角形を利用するもの。はたまた、サイン54度、イコール、コサイン36度。ここから3倍角と2倍角を使って、サイン18度で表していくと。まあ、この方法があったわけなんですけど、まあ、これを使うと、答えね、証明することができる。ここでまたね、鬼畜ポイント。ここからここの変形、結構大変。ね、結構大変ですよ、と。で、さらに、サイン18度っていうものを、まあ、これね、この関係式を導いていきたいんだけど、まあ、僕のね、対戦相手、高校2年生ですよね。まあ、高校2年生、三角関数習いたての人が、これを処理するのは、まあ、かなり難しいんじゃないかなと思います。で、まあ、僕はね、三角関数を用いてやったんですけど、もっと簡単な方法が、ベクトルでしたね。今、このね、例えば PA2 乗とかも、視点を O とするベクトルで表すことを考えます。そうすると OA ベクトルマイナス OP ベクトルの2乗と。まあこれ展開することができるわけなんだけど、この値、元々の値をこれを使ってあげると、まあこの値 L と置くと、このように置くことができるんですね。10から2倍のこれとこれの OP の内積。ということで、この OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトル、OD ベクトル、OE ベクトルの和が0ベクトルであることが示せれば、この部分は0になるわけだから、L の一定値10を取るということがわかる。じゃあこれを示したいんだけど、一般に、まあ、正五角形に限らず、正 N 角形のすべての頂点に中心から向くね、ベクトルを合計してあげると0ベクトルになるね。まあ、その証明っていうのは、まあ、いろんな方法があるわけだけど、例えばこんなものがあります。この正五角形って、この直線に対して対称ですよね。ということは、まあ、OA ベクトルっていうのはこの直線上、OB ベクトル足す OE ベクトル、対称のやつを2つ足してあげると、結局、この線分上のね、ベクトルに移るし、まあ、OC 足す OD についてもこの線分上にある。ということで、5つのベクトルの和っていうのは、必ず、この青の直線上のどっかしらにある。で、全く同じことを、まあ、別のね、線、B を通るこの線についても言うことができるわけだから、この直線上でもあり、この直線上でもある。ということは、OO ベクトルっていうのは、まあ、ここね、交点の O、すなわち0ベクトルに対応するところだ、ということがわかると。まあ、こんな感じでベクトルを用いても表すことができるわけですね。ただ、このね、解法もですね、高校2年生の人は、まあ、無理ですよね、普通。
なので、まあ、この第2問も高校2年生がね、解けるレベルじゃなかったと思います。じゃあラスト第3問。これがね、一番難しかったんですけど、問題としては、このようにね、一般項が与えられる数列 AN について、まず括弧1番が AN と AN プラス1の代償を求めよう。まあ、これはね、難しくないですね。AN プラス1から AN を引いて、まあ、それが0より大きいかどうかを調べていきたい。この AN っていうのは N プラス1分の1から 2N 分の1まで足される。で、AN プラス1は N プラス2分の1から 2N プラス2分の1まで足されるっていうことに注意してあげると、2N プラス1分の1足す 2N プラス2分の1マイナス N プラス1分の1と、まあ、こういうふうになって、ここの部分がマイナス 2N プラス2分の1に変形できるから、2N プラス1分の1引く 2N プラス2分の1、まあ、当然正。だから AN プラス1の方が大きいよねっていう風にね、導けるね。まあこれは簡単。じゃあ括弧2番。これがね、なかなか厄介なんですよ。数学的機能法により AN 小なり1を示せと。まあこれね、数学的機能法っていう縛りがあるので、まあこれ本当だったらね、これ数3の範囲を使うと、N を無限に飛ばしてあげると、まあ、ログ2に近似できて、これが1より小さい。で、括弧1番より単調増加だから常に1より小さいっていう風に言えるんですけど、数学的機能法っていう縛りがある。まあ、なぜかというとね、対戦相手が高校2年生だから、まあ、数3やってないと。ただ、数 1A2B の範囲で解ける範囲で、まあ、このね、問題が作られてたらしいんですけど、まあ、数学的機能法を使わなきゃいけない。どうするのか。今回、悩みどころとしては、括弧1番、AN よりも AN プラス1の方が大きいんですよ。だから、どんどん大きくなっていくわけね。そして、数学的機能法って何かというと、AK が1より小さいとき、このときに AK プラス1が1より小さいことを示すっていうね、まあ、操作が必要なわけじゃないですか。でも、この括弧1番の仮定から何が言えるかっていうと、AK が1より小さいって言っても、まあ、AK よりも AK プラス1の方が大きいわけでしょ。とすると、これ条件が厳しくなってる。このように条件が厳しくなってるっていう時点で、数学的機能法っていうのが扱いづらいんですよね。AK 小なり1っていうのを仮定してあげれば、次は言えるよねっていうのが機能法なのに、厳しいものをですね、より厳しいものについて証明するのは難しいわけ。なのでこの問題ね、数学的機能法がこのままだと使えないんですよ。これがかなり難しいし、まあ、高校2年生のね、人だともうなおさら絶対無理。まあ、受験生でもね、かなりこれ解ける人ほとんどいないんじゃないかなと思います。じゃあどうするのかというと、まあ、僕はですね、ある問題を思い出したんですよ。これね、典型問題なんですけど、1の2乗分の1足す2の2乗分の1足す点点点足す n の2乗分の1まで足したもの。これ、まあ、実はね、収束することが知られてて、バーゼル問題と呼ばれるやつなんだけど、6分の π2 乗に収束するのね。で、これ大学入試の範囲では示せないんだけど、2より小さいことは示せる。ただ、小なり2っていうのは、このね、どんどん厳しくなっていくっていう理屈と全く同じで、数学的の方でそのまま示すことはできない。じゃあ何をするかっていうと、マイナス n 分の1っていうのを加えることによって、これ数学的の方が使えるようにならない。どういうことかというと、まあ、今回の問題についても見ていきます。今回数学的機能法が使えなかったのは、AN が小さくて AN プラス1が大きいため、不等号がこっち向きだったからだよね。とすると、不等号の向きを逆にするように何か操作を加えてあげればいいと。まあ、すなわち、これにプラス何とかして、こっちの方が大きい、小さい。っていう関係のものを足して、合計として不等号の向きがこっち向きにあればいいと。まあ難しいと思うんですけど、まあ例えばね、今回 AN プラス1引く AN が、まあ、2N プラス1分の1マイナス 2N プラス2分の1っていう関係を見てあげて、ここに 2N プラス1分の1っていうのを入れてあげましょう。そうすると、こっち側ね、2N プラス3分の1っていうのが出てくる。まあ要するに、AN プラス 2N プラス1分の1っていうのを BN っていうふうに置き換えてね、置き直してあげるっていうイメージ。そうすると、まあ、BN プラス1っていうのは AN 足す1足す 2N プラス3分の1になるわけなんだけど、先ほどね、括弧1番と全く同じことを BN と BN プラス1についてやってあげると、無事ね、代償関係が逆転するわけ。もうここまで来れば、あとはね、
BN が1より小さいことを示せば AN プラス 2N プラス1分の1小なり1が示されるわけだから必然的に AN が1より小さいということがわかると。まあこういう流れですね。これがねかなり難しいですよね。括弧1番から普通にやると数学的機能法を使えない、もうそこでね止まってしまう人が大半。まあだからうまく工夫してあげるね、 AN っていうものままだと AN プラス1の方が大きくなっていっちゃうわけなんだけど、まあ何かしらうまく足してあげることによってその不等号の向きを逆にね変えてあげようっていう発想、まあ、これがかなりねまあ難しいので、もうこの問題ぶっちゃけ東大本番で出ても解けない人がねまあほとんどなんじゃないかなって僕はね勝手に踏んでます。まあそれぐらいねこのまあ第1問第2問第3問見てきたわけなんですけど難しいセットだったんですよ。まあ今回ね模試対決で僕がまあ圧勝したわけなんですけど、この問題見てもらえればいや氷の人はこれ解けないだろうと、まあさすがに氷の人この問題ねセット出されたらまあ太刀打ちできないよねっていうのがね分かってもらえたんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、受験生の皆さんは、ぜひね、この問題解けるようになって、周りの受験生とね、差をつけてもらえたらいいなと思います。まあ、今後もね、また面白い動画たくさん撮っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。